味方だぞ。子どもの虐待、パワハラは皆さんもやめましょうね。先生も暑さ厳しい毎日ですが、あんぱん食パンカレーパンジャムパテチーズタンタンタンルンルンかわいいおむすびマン、それゆけ僕らのアンパンマン。夢を叶えてドラえもん。子供たちも少々疲れ気味ですが、いつも笑顔をちゃんと一緒に遊ぶことでにっこり笑ってくれると先生もとっても嬉しいです。無理をさせない、適度にゆったり肩や手首の力を抜いて褒めて伸ばす、できるわよ、大丈夫よ。ちゃんと子どもたちの能力を認めてあげ、一緒にすごろくを書いてゲーム感覚で
楽しく学ぶことも大切になっていきます。とっても可愛い子どもたちばかりです。完璧を求めずに少し楽しく学ぶ動物ジェスチャーや、ぴょんぴょんぴょん、おいで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 、パンダパンダ、おいで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 、うさぎうさぎ、おいで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 、パンダパンダパンダ、うさぎコアラなどと、曲のイメージも楽しく持って、カスタネットやタンバリンでタンタンタン、うんタアータン、うん、タンタンタン、うんタンタンタン、うん、ダンゴ、うんゴリラ、うんラクダ、うん祭り、うんタアータンタン、ラアメン、ソオメン、アアメン。リズムに言葉をつけて覚えるのも楽しい練習方法になります。子どもたちも必ず楽しいからやり始めると思っております。だるまさんがころんだ、グリコ、トントントン、最初はグー、じゃんけんぽん、チョコレート。最初はグー、じゃんけんぽん、パイナッツル。などと、遊びを取り入れた方が子どもたちもとっても楽しく喜んでくれます。それではまた。子どもたちも、今日から、明日からですね、今日は終業式でしたので、夏休み、余裕ができる、嬉しいな。夏休み、どこへお出かけしようかな。などと声かけて、一緒に遊ぶと楽しいな。ちゃんと個人のニーズや能力を認めてあげる、褒めて励まして伸ばすことも大切になっていきます。それではまた、バイバキーン。綾瀬はるか、別名ドレミファチビクロサンボがお送りいたしました。できるだけ子供、お年寄りへの虐待、女の人も大切にしましょうね。今皆さん、とても日中も暑く湿度も高いです。ちゃんとリスペクトを、相手の肩を立てることも大切だと思っております。ちゃんと受け答えも敬語を使ってくれる人、挨拶も子どもたちはきちんと返してくれます。こんにちはといえばこんにちは、ありがとうございますという中学生の子もとっても偉いなと思います。小学生の女の子もちゃんとありがとうございますという言葉を忘れてはいません。それでは